本日は過去の動画を振り返ってみたコーナー、走れ大井チャンネルバージョンでお送りいたします。さあ、懐かしいオープニングが始まりました。はい、翔平とね、大井くんの初対面の模様でございます。もう3年前4年前かなぐらいなんですけども、野球 YouTuber 向こうさんとゴリスポくんと大井くんと僕でイベントを開こうみたいな話がありまして、まあ実際にそのこの日だったんですよね、予定がね。まあ、なくなっちゃって、まあ、時間空いてるということで、じゃあ会いましょうってことで、二人とも電車で、原宿の方行きまして、代々木公園で、撮影をしました。で、まあ、僕がピッチャーってことで、まあ、お互いにグローブ持ってきたんで、まあ、キャッチボールしましょうって言ってたんですけど、キャッチボールしていくうちにちょっとこう、ピッチングしたくなっちゃって、で、大井くんも受けたいっす、みたいな。で、大井くんは公式用のローリングスのグローブ。僕はミズノのグローバルエリートを使っております。まあ、この時はね、スライダーよりツーシームの方が結構こう、武器というか、結構使ってたんで、で、カーブがもうヘナチョコなんですよね。スライダーみたいな感じの軌道っすね。そう、カーブ投げれなくてすごいこう悩んでる時期ですね。スライダーもなんかあんまそうでもない。カーブと同じじゃねえかっていうくらいなんですけど、これがほんと初めて会った日ですね。非常に懐かしいですね。まだ僕も YouTube を全くやってない状況でしたね、この時は。この2ヶ月後、3ヶ月後ぐらいに YouTube を振り出しました。カメラ慣れしてないんですごいこう被っちゃってるっていうのが、めちゃめちゃ素人っぽいですよね。全くこうカメラも見てないし、昔はこれぐらいこう投げてまして。まあ、体型もちょっとこう細いっすよね。僕はね。はい、そしてツーシーム。これちょっと微妙に見えるかな？これは見やすいかもしれないです。このまま。これは曲がったな。そう、ツーシーム結構自信あったんで投げてましたね、この時は。まあお互いになんか初めましてだったんで、ちょっとこう野球をやって、こう仲良くなるっていう感じで。まあこの帰り道ね、リコーダーおじさんっていうね、原宿のね、なんか名物のおじさんがいるんですけど、その人に会ってこう写真撮ったりしてね。はい、これめったに投げないフォーク。はい、そんな感じで。今回は過去の動画を振り返ってみたコーナーでした。またやりますんで、お楽しみに。ありがとうございました。皆さん、チャンネル登録はお済みですか？自分の走る大チャンネルをチャンネル登録して、毎日動画をチェックしてみてください。自分は毎日6時半にアップできるように、努力しております。そんなわけで、これからもよろしくお願いします。雑誌な感情を吹っ込んで誰も彼もが好き勝手言って何がいいのかわからんな。チャンネル登録お願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな来てまーす。君と対話